ません、インテルダウン入っちゃったんですけど、どうしたらいいですか？インテルダウン入っちゃった、ちょっと。いや、妥当だと思います。 Hey guys! モンスタージョン TV! さあやっていきましょう。ということで今回はマイクラ企画ジョンクラということで、はい、やっていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、あらあらあれ、ちょっと VC ちょっといる人いるんじゃないですか。なんか僕が一人でなんかちょっとね喋っておりますけどもね、今回二人ほどちょっとね VC がっつり参加してくれる方がいるんですけども、おコメントの方でいいね、チャットの方で88、はい、ちょっとね VC 今回はね僕だけではなくて、この企画僕だけではなくて、なんと女の子二人に入ってもらっているということで、まず一人目つむじさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。お願いします。バッソロミュクマ、バッソロミュクマ、めっちゃイケてんね。イケてるね。そう、今回つむじさんはね、もう監督っていうことでね、お願いするということで、はいはい、そうですね、何もできないので。いや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 、もうね今回だから俺がそのマイクラやりてーって話で、まあ今回のね企画なんだけども、和の国を作るぞってことで、はい、一発目つむじさん来てくれて、でつむじさんもともとエーペックスの方で全然違うんだけどね、エーペックスの方で一緒に遊んだりして、でなんか手伝いましょうかみたいな。でもう今集まってるメンバーみんなめちゃくちゃ建築やばい人ばっかなのよ。でその人たちを集めてくれたと。そしてまあ一発目ね、我々二人始まっていって、今回 VC でもう一人入るんだけども、カモさん、カモさんを紹介してくれたということで、カモさん、はい、よろしく。お、めちゃくちゃ可愛い、めちゃくちゃ可愛い、来ましたね。カモさん元気ですか？元気です。いいね。カモさんはですね、今まあ今回ね、ワノ国を作っていくということで、まあそれにちなんでいろいろとワンピース関連でね、インペルダウン的なものもちょっとした監獄も作る予定なんですけどね、やらかした人が入っていくもので、多分真っ先に入るだろうという人物です。はい、そこが家です。そこが家ってもうずっとやらかしてるやん。最下層にいるかもしれない。レベル。6だね、レベル6。はい、ということでね、今回は、まあみんなでこういう風に、まあジョンクラやっていくということで、和の国で、和の国ね、結構がっつり作ろうかっていう話で、もう和の国全部行こうかと。いう話でね、もうガチ勢の方にも思いっきり集まってもらっているということで、どうですか、つむじさん、今集まってるみんなのレベルを表現するとしたら、どんなもんすか？いやー、もう建築の腕は、やばいっすよ。皆さんちょっとこの後紹介していきますけど、それぞれのねメンバーの紹介とともにちょっと写真を出すんですけど もうびっくりしますよ、なんじゃこりゃということでね。で僕全然先に言っておくと、僕は全然マイクラもど初心者なんでね、めっちゃ投げられてるけど、まあ、初心者だからね投げられるよね、ごめんなさい、はいはい、全然投げられていいんですけども、そうなんです、ど初心者なんで、そこだけねちょっと皆さんゆるく見ていただいて、で逆にも集まってくれてるみんなはもう超最強ということで、一緒にねこの企画を成功させて、で多分長期企画になると思うんで、もうがっつり作っていってね、なんかイメージなんかこうニュース記事になる、できた時にもうやべえワンの国できたみたいなね感じで上がったらいいなみたいな考えております。で一発目作る場所、はい、和の国のどこを作っていくかということで、つむじさんどこを作りますか？お城部分ですね、花の都ですね。はい、もう和の国といえば、和の国といえば花の都ということで、花の都真ん中からね攻めていこうかな。だから一発目から結構ある意味ハードですよね、城から行くっていうことは。もちろんそうですね、マイクラの建築の最高高度っていうのもあるし、うん、高い建物とかねいっぱいあるとこなんで、それを考えながら建築税がうまいこと作ってくれると思います全部任せてますつむじさんはマイクラの腕はどんなもんですか？私はクリエイティブ、建築っていうよりサバイバル、うん、はい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 、やってる
るエンジョイ勢なんで、普通に家が作れる程度なんですけど。おー、まあ、俺はその普通ができないし、でなんかあの暴れてるしね、うん、でカモさんも暴れてるしね一緒に。してないしてないしてるしてるしてるめっちゃしてるめっちゃしてる、いや投げてる。フルダウン行く、お家帰る。じゃああれですね、花の都作る前にとりあえずあの韓国作りましょうか。ただの鬼なんだよそれは。はい、でね、カモさんはね、こんな感じで、可愛いんですけどもね、また腕がね、すごいんですね、例えばですけども、今こういう風にみんなスキンあるじゃないですか。で、半数はね、カモさんが作ってくれたということで、でもワンピースキャラをね、こういう風に作って、で、カモさんキャラクターはこれは、何ですか、ちなみに。ペローナです。はい、来た。ペローナ。すごいよね。え、これ、どれぐらいで作ったんですか？手直しして 1,2 時間ですっていう腕です。でバーソロミュークマとかもね、バーソロミュークマはこれはカモさん、つむじさん、これはカモですね。すっげえ。なんかこの前怒涛のなんか1時間あるないぐらいでスキン連チャンで作ってませんでした？売りましたね。1日で7人分ですか。っていう人です。あ、ちなみに私もウルジです。もうすごいよ、これを1日1体じゃないからね、1日何体もこのクオリティで作ってくれるからね、半端ないです。はい、ということでね、もうプロフェッショナルが本当に今めっちゃいろんなもん投げてるけどね、めっちゃ投げてるけどみんなすごいからね、本当に。なんで投げる人増えてんの、マジで。ということでね、で一応ここからメンバー紹介もね、していきたいんですけども、あともう一個ね、方向性的なところでこういう風にね、ワンの国を作っていきますよと。で、あとみんなが気になるのは、そのコマンドとかね、どうしていくのかっていうので、コマンドと、あともう一個あれなんだっけ、なんかドエディットですかね。あ、そう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 、あれのまあどれぐらい使用していくのかっていうので、一応ね全く使わないっていうことはなくて、やっぱ企画がねだいぶ壮大なのと、まあここから先イメージ的にはワンの国作っていきます。まあめっちゃそこだけでも時間かかるんだけど、鬼ヶ島作って、じゃあそこもできたら、じゃあ次の町も作っていこうか、まあ町つか国だよねっていうのも考えてるから、例えばワの国で言えば、ワの国ってあれちょっと土台上がってんだよね、このままここに下に作っていくというよりは、もうなんか聖地っていうんですかね、そういうのって。あ、そうですね、土台を作る部分と、あとあれですね、お城が乗ってる木の部分とかは、うんうん、ちょっと一個一個手作業だと時間がかかるしっていう、うん、まあ、ある程度はコマンドで許容かなっていう感じですね、うん、そうそうそうっていう感じ。まあ多分ね、動画にね、していって、なんかみんなで一緒に楽しんでいこうかなっていう時にね、もうひたすらずっと整地してたら、なんかおおって感じになると思うからね、そこだけはコマンドを使っていくっていうので、あとはもうみんなで手作業でガンガン作っていくっていうような流れになっております。はい、ということで改めて、ここからメンバーの紹介をしていきたいということでね、じゃあまずつむじさんね、今回つむじさんに、ね、ご紹介いただいたメンバーだったりとか、そしてまあ流れ的にはさっき言ったみたいに、つむじさんからカモさんをね紹介いただいて、でカモさんもまた、仲間を連れてくれて、で今もうここまでどんどんね仲間が集まってきたということで、じゃあその紹介をまずつむじさんからねお願いできたらなと思います。はい、まあまずカモさんの次にメンバーに入れたのがシャンクスの服を着てるマッキーさん、いいですね、マッキーさんが入ってくれて。マッキーはもう私のマイクラ始めた時からの古い仲なので、おー、でマイクラ歴は1年半ぐらいなんですけど、建築は人並み以上にできて、コマンドもある程度できてっていうので、まあ、すごい建築勢集まってるんですけど、まあ、勉強がてら頑張ってほしいなっていうので入ってもらってます。まあ、あの写真見たら分かるけど、すでに結構すごいんだけどね。うん、だいぶすごいと思います。はい、そして写真のやつは数ヶ月ですね、マイクラ始めて数ヶ月ぐらいの建築。え、じゃあ今もっとやばいじゃん。やばいです。いや、もっとやばいはず。突き刺さってんだよな。刺さってるね、刺さってるね、だいぶやばいね。シャンクスそういうものじゃないんですよ、腕はないけど、刺さってはないんで、なんか飲めやいいって問題じゃないんで、はい。
そして続いては、はい、あ、こっちの2人ですね。とりあえず、まあ、左のチョッパーからいきましょうか。チョッパー、カモさんが所属している、うん、ディズニーの再現サーバーのイマジネーションサーバーっていうのがあるんですけど、そこでコマンドを担当しているコバくんですね。おお、担当してます。すごいね。コバくんはもう何でもできる人らしく、うんうん、はい、コマンド建築アドオン何でもござるの。私ちゃんもできます。すげえ、何でも屋さんだ。何でも屋さんですね。マイクラのことで困ったらお願いします、コバくん。うん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 言うて。コバさん、はい、みんな覚えてください。そして横にいるスパローは、はい、隣のジャックスパローはキビニーですね。キビニーさん。まあ、キビニーはそのイマジネーションサーバーと、あともう一個ユニバーサルスタジオジャパンの再現を知ってる。うんうん。カモさんも所属してるんですけど、 UCR っていうところの建築担当、ね、うんうん、で、写真の通りハリーポッターのホグワーツ城を2日で作ったりとか2日2日1人で、お1人とかおかしいな、1人です。まあ、ディズニー の、 あの美女と野獣の城を、うん、何時間だっけ、6時間ぐらいで1人で作ったりスマホで、あ、そっか、スマホ税かスマホの建築税ですね。多分コメントみんな草って書いてると思うんだ。それはスマホはやべえな。やばいんですよ。え、そういうもの、スマホってそんなことできちゃうの。お、出てきた出てきた出てきた。ちょっと待って待って、なんか正義ジャック・スパロー正義掲げていいんすか。海賊じゃないんすか。いやちょっと待ってちょっと待って、これさ、そこなんすよね海賊が正義掲げちゃってるけど、まあ一応キザルイメージで、キザルスパローはやばいんだけどマジではい、もうスマホでねやっていくということで、俺にはちょっと意味がわかんないんですけどスマホでそれできちゃうんだって感じですね。はい、そしてここからつむじさん引き続き紹介していきます、はいはい、あの流れを。俺がここから変わります。まあ変わってで、要所要所で振っていただければ、まあ、うん、あの、振られてもあれなんですけど、私初対面なんで初対面なんでおもろい。私が昨日ジョンさんにお願いされてツイッターもう漁りまくって、そうこの人来てくれたらいいなっていう人をジョンさんに連絡取っていただいただけなんで、そう流れとしては、今回ここから紹介する方々はまたとんでもない人たちで、つむじさんと話をしていて、こんだけ膨大なね、もうところを作っていくことになるので、もうちょっとメンバー欲しいよねと、もうちょっとどころじゃないよねっていうので話をしていて、じゃあちょっとツイッターだったりとか YouTube を見てすごい人をちょっとあの声かけてほしいっすっていう、マジっすかみたいな、じゃあちょっと集めますっていうので、で僕が、ね、そこから一人一人連絡をして、集めていったということで、この中には YouTube をやっている方だったりとか、ね、これから YouTube をがっつりやっていくっていう方とかもいます。で、さっき紹介した皆さんもそうなんですけども、今回紹介するみんなも、がっつりとちょっとね YouTube の登録をしてもらったりとか Twitter のフォローとかをねしてほしいなと思います。でまずその YouTubeやってる勢として一応つむじさん、はい、バーソロミュークマン、つむじさんも YouTube をやっております。あ、全然更新してないですけど。してください。してください。普通にやってんじゃん。編集が。あ、そうですよね。あの結構 Apex 一緒にやったりとかもしたんですけどね。あの出してください。Apex で忙しくて。ああ、出しましょう。はい。そしてあの遊んでますけど、カモさん。はい。カモさん YouTube やってます。やってます。あの普段は生配信の方が多めでやっております。うんうんうん、そうカモさんのも、みんなチェックしてください。そしてここからは続いてカイトさんここにおりますね。ルフィ君、はい、ルフィ君です。ちょっと今のジンベイさんの声意識しました。ルフィ君ちょっとうるさいよね。はいはい、来ましたでカイトさんも今回ね入ってくれるということで、またすっげえガチ勢なんでね、で YouTube やってるんでみんなしっかりとチェックしてください。すいません、インテルダウン入っちゃったんですけど、どうしたらいいですか。インテルダウン入っちゃった、ちょっと
いや、妥当だと思います。インパこれだいぶ簡易的だな。移動型インペルダウンですかね、これ。あの馬車が引いてくれます。だいぶ簡易式です。これ誰が作った？あの仕事できるっすね。だいぶナイスっすね、本当に。これあの素晴らしいと思います。はい、そして続いて紹介いきますよ。続いてはリクトさん。リクトさんこちらにおりますね。はい、リクトさんもまたすごいっすよ。もうとんでもない腕を持っているということでね、みんな動画の方もねチェックしてくれたらなと、概要欄に貼っていきますんでね、チェックしてください。そしてそして続いてコメコメさん、どこですか？コメコメさん、コメコメさんおりました。はい、コメコメさんがね、岸辺露伴、はい、そのさっき事件を思いっきり起こしてきましたね。はい、今からあのみんなで動画撮りますよって言ったら、Wi-Fi ないところ行きます。みたいな。どこ行ったと思ったんですけどね、ギリギリ間に合いましたね。岸辺露伴は動きますということで。コメコメさん、はい、コメコメさんで正解だもんね、読んでいくのは。岸辺露伴、なんかね、どっちもネーミング好きなんだよな。はい、YouTuber、コメコメですよね。はい、ということでね、コメコメさんの方も概要欄に貼っておきますのでチェックしてください。そして続いてマングースさん、マングースさん、あ、いましたね、いましたね、いましたね、マングースさん。はい、マングースさんもね、YouTube やっておりますということで、もう最初ね、マングースっていう名前が僕読めなくてですね、あれマンゴーズなのかなと思って、これどうやって読むのかなって言ってね、助けを求めまして、つむちさん、マングースじゃないですかねみたいな、どう考えてもそうだよな、でも念のためハテナつけといた方がいいよねみたいな。はい、すいません、マングースさんでございます。はい、で今回ね、こういう風にこれできたんですけどもね、マンゴーさんが急になんか後ろバーって作り始めて、でそこからキビ兄さんが一緒にバーって作り始めて、でどんどんみんなバーって作って、ちょっと後ろなんかあったらいいよねって言ったらこうなりました。はい、もうとんでもないスピードで作っていくと。で国旗とかもそうだよね、国旗とかもなんかいきなりなぜかアメリカポーンって出して、いやいやいや、アメリカあまりにも関連性ないぞっていう話で、だったら日本ブラジルあったら最高じゃねみたいなっていうのがね、こうなっていった次第でございます。はい、で YouTube をね、やってる勢としては、こんな感じになっていて、そして、続いて紹介ということで、ラビットさん、ラビットさん、あ、おりました、ラビットさん。はい、ラビットさんもね、すっげー建築してんのよ、本当に。もうとんでもない建築をねしておりまして、今回ね、急遽この企画にもうすっげえ無茶無理でね、お願いして参加していただきましたということでね、これからラビットさんもね、チェックしてもらって、なんかどっかでもしかしたら YouTube を始めてもいいんじゃないですか。これを機に、うん、これを機に。はい、むしろ俺的にはね、始めてほしいんですよね。みんなちょっと始めてもらってね、どんどんうちのリスナーさんとかにね、知ってもらって、なんかね、みんなでつながっていったらいいななんて思います。はい、ラビットさんです。そして続いて、ウィングスさん。ウィングスさん、どこかな？どこかな？どれだ？ジンベイさんだ！ジンベイさんだ！はい、ウィングスさんもね、もうほんとすっげえね、建築のガチ勢ということでね、ジンベイできました。ほんとね、インした瞬間、ちょっと待って、ジンベイいるんだけどと思ってね、はい、すげえ感動しました。ジンベイさんをね、みんな覚えてください。でもね、今回ね、こんな感じでね、ワンピース好きに集まってもらったりとか、で今後は、まあ、もうちょいね、自由な感じで、まあ、その、自身のね、スキンも使ってもらったりとか、まあ、せっかくワンの国なんでね、こんな感じでみんなでワンピースで集まったりとか、まあ、もうちょっと先々ね、みんなワンピーススキンで集まってもね、面白いのかななんて思います。はい、そして続いてでございます。続いて落ち葉さん、いました、いました、落ち葉さん目の前にいる。はい、落ち葉さんもね、また同様にとんでもないね、建築のガチ勢ということで、こういう風にね、ちょっと写真を見てもらえればわかりますけども、とんでもない建築を作られるということでね、みんなね、すごい方が集まっているという感じになります。はい、紹介しない人いないよね、いないよね。岸辺露伴は動く。
動いた。ということでね、改めて紹介してきましたけども、で、ここからね、またメンバーも入っていったりとか、今日まだ入れてないよという方もいたりとか、まあ、随時ね、そこら辺はメンバー紹介していきながら、で、とにかくね、この企画では、まあ、俺がこういう風にね、進行していったりとかするんだけども、VC で一緒に、つむじさんも入ってもらったりとか、で、一緒にカモさんもね、入ってもらったりっていうので、みんなで回していくと。そして、それぞれのメンバーをね、とにかくね、俺は、覚えて書いてほしいと、Twitter フォローしてもらったりとか、YouTube 登録してもらって、で、これからモッドとかでね、遊んだりとか、で、モッドの時は、みんな、今 VC はオフなんですけども、オンにしていろいろとやったりとかっていうのも、考えているんで、まあそこら辺もね、ちょっと追いかけてもらって、だからこれからは、そのワンの国を作っていくぜっていう企画と同時に、モッドでみんなで遊んでいったりとか、まあなんかさっきね、急にこんなすげえもん出来上がったからさ、何の打ち合わせもなく、じゃあなんか自由に作っても面白いよねみたいな、なんかさっきなんか夢のね、自分の将来の夢を作ろうかみたいな話、なんかつむじさんしましたよね。そうですね、うん、なんかもう無茶ぶりで今から 2,30 分で作れ、ここに決めてみたいな、そう、そんなのやっても面白いなみたいなね、いろいろとちょっとね考えております。はい、カモさん元気ですか？元気です。イエーおい、これだけ見るとさ、なんかめっちゃ落ちてるし、いや、落ちてるし、なんでさ、ちょっと待って、ごめん、今気づいたわ。なんでアメリカボンって立ってそこに刺さってんの？カモさん、どういうことですか、これ。どういう状況ですか？なんか落ち込んでるな、下見てんなと思ったら刺さってるやん。ほんまや。ほんまや、なんか。愛国心ちゃうねん。キビ兄さん、それは草。あ、そうね、キビ兄そうかもしれんな。今日そうだね、そうだね、そうだね、キビ兄さんはスパロウ。それはだいぶ草だね。愛国心に刺さっていくスタイル、いいと思います。はい、こんなところじゃないです。まだまだまだ、なんで刺さんのね。いや、それは愛国心わかるよ、つむじさん。わかるんだけど。塊。そうっすね。確かに確かに。物理的って感じですね。大正解です。でも刺さる必要は俺はないと思うんだわ、これ。じゃあせっかくなんで僕も刺さっていくスタイルで僕も刺さっていくスタイルでっていう、こんな感じでこんな感じで、はい、ということでね、こんな感じでもろもろ紹介していきましたけども、これ刺さって終わっていいのかな、みんな。とりあえず刺さって終わるスタイルで多分いいっすよね、つむりさん。いいんじゃないですかね。はい、こんな感じでね、やっていこうと思っております。でここからは、本格的に、まあ、作っていくということで、ここからチェックしてもらえたらなと。あと俺の紹介漏れないよね、大丈夫だよね、全部言ったよね、大丈夫だよね、カモさん、トムジさん、大丈夫だよね。大丈夫。まだ呼ばれてないよって人いますか？挙手。呼ばれてない人。よし、大丈夫だ。いや、マングスさん呼んだ、呼んだ、マングスさん呼んだ。はい、じゃあそんな感じでね、ここから始まっていくこのジョンクラ、ぜひともね、みんなチェックしてもらえたらなと思います。そんな感じでここで終了していきましょう。また次回お会いしましょう。 See you next time。いや、もう日本できてる。早いよ、日本作んの。やばい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 。ちょっとお立ち台みたいなのあったらいいよねって言ったら、なんか違うのできたっす。一瞬で、あ、すげえ、すげえ、マジか。つむたが埋まっていく。つむた、つむた今助けるぞ。え、これで座れるってやば、やば。こうやってると座れます。すげえ。ちょっと待って、いろいろ本気がだいぶ見えてきましたね、これ。
あの一応まだ始まってないんでオープニング撮るためのところです。なんだこれは。なんだ、おおすげえいい感じ。これはカメラか。マジで。あブラジルすげえ。半端な半端な。これちょあのブラジルのチャンネル俺持ってるんでそこでもあの出す予定なんで。うわ上うわセンスの塊やん。やばやば。いやこれはねちょっとえぐいわ。こっちにもなんか出てんだよ。ちょっと待ってちょっと待って。こんなで動かしてるな。実際しかいねえんだ。いやしかも俺がさ立つところのさ台もできてるんだわここで。こうやって。えどっちどっち、いやそうだそうだね、ここにみんな立ってこうだよね。で俺がここなんだよね。いや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 。いろいろと。ね、あの F5 押せばみんなが見えるっていう状況になってますね。うーわ。ジョンさんが前向いてもらって、はい、こっち側じゃなくて、あ、そっちね、あ、こっち側でこうやって向いていただいて、こっち向いていただいて、F5 を押していただくと、逆ですね、逆、あ、逆ですね、逆向き、こっち、階段側を向いていただいて、F5 を押していただくと、おー、みんなが後ろに見える。すげー、で、ちゃんと俺のスキンも映ってみたいな感じか。そうですね、考えられてますね、これ。いやー脱帽ですわ、半端ないっすわ、マジでこういう企画じゃないですからねこれ。そういう企画じゃないですか。いやあの和の国を作りましょうかっていうオープニングちょっとなんか軽くね題材じゃないけどあったらいいよねって言ったらだいぶちょっと違うハイクオリティなものがいろいろとできてます。これが本気っすね、建築勢の。トロッコ近づくとずれるので注意してください。すごい。やりやがったな、やりやがったな。うわこれなんだ、ボタンになったぞ、ボタンだぞこれは。ボタン、これボタンですよ。なにこれ、これ誰だ誰だ。ミスった。これがあれです、あのコマンドでやるってやつです。はぁ、このフロア、あのおお、こんな感じで。お、すげえ。お、すげえ。ミスったわ、草。これ本編入ってミスったら、一応、ちょっとした監獄作るんで。インペルダウン。さよなら、インペルダウンと自己目みたいな。多分、一番最初に入るのカモさんなんで。あ、そうやで。そうやで。すげえ。あ、待って、カメラあるんやが。半端ねえ、どんどん出来上がっていってるっすね。ツイッターの頭って何？ツイッターの頭1個分かって、ちょっと待って意味が分からん。ツイッターの頭って何？そんなん知らんのやけど。何のアイテム？これと一緒なんですよね、多分カメラの頭っていう。ツイッターの頭は草。え、どういうこと？ YouTube の頭って何？ YouTube？ いよいよなんか分からんな。確かに。これちょっとね、いろいろとおかしいんじゃないですかね。だいぶ頭はまってるしな、これ。セミいるんすよ、セミ。あの、これ企画違いますからね、ちょっと。セミになるゲームですか？だいぶ違うんすよ。あの、和の国を作ろうぜっていう話なんですよ。まあ、ここ、和の国感あるんだけど、鳥居ね。うん、あるんだけど。セミを作ろうぜっていうゲームじゃないですか。うん、で、体張りすぎなんすよ、これ。はい、そんな感じでもう間もなく、会場が仕上がります。会場が仕上がって始まっていく皆さんの紹介です。お楽しみに。いなくなったローハン。え、ヘブンズドア出し何やってんだよ。オープニング撮ろうと思っていねえぞとか思って Wi-Fi ないところに行きます言って、ローハンこれ動けねえんじゃねえかとか話してたら動けましたね、なんとか。なんとかなりましたね。なんとかなったね。よかったよかったよかった。よし、じゃあみんな整列整列整列、オープニング始めるよ始めるよ。